熱い気持ちをねぶたにぶつけます。ねぶた祭りの始まりは七夕祭りの灯籠流しと言われていますが、その起源は定かではありません。七夕祭りと古来から津軽にあった流し行事が一体化してお祭りとして発展してきました。最古の記録は江戸時代、灯籠を持ち歩き踊った記録から始まります。明治時代に入って青森ねぶたは一層大型化しました。その大きさから4キロも離れた地域から見えたという記録が残っています。大正から昭和の初めは町には数多くのねぶたが運行されました。戦時の自粛を経て戦後の復興もままならない中、ねぶた祭りが復活します。現在の青森ねぶた祭りという名称になったのは昭和33年のことです。現在の青森ねぶたは青森市民のかけがえのない象徴です。1970年の大阪万博をはじめとし、全国へそして世界へと青森ねぶたは羽ばたいていきました。そして今ここに青森ねぶたは生きています。